小谷大輔は日本のサッカージャーナリスト、解説者。その他様々なサッカーの企画に携わっている。父親の赴任先であったタイで出生している。氏名の大輔は父親の仕事の都合上で出生時在住していたタイに由来する。1993年の J リーグ開幕直前から直後に至る大ブー無事に。 子供向け入門書籍の出版やテレビラジオでの J リーグ関連番組コーナーにコメンテーターとして出演していた。日本放送で放送されていた独占。J リーグエキスプレスにもレギュラー解説者として出演していた。地方ラジオ局で放送された頑張れ。サッカー日本のメインパーソナリティ等も務めた。フジテレビ系列で 放映の日本代表の試合中継解説を務めることもあった。また、1993年10月、カタールドーハでの 1994FIFA ワールドカップアメリカ大会のアジア最終予選では、日本代表の全試合を中継した日本放送の解説を務めた。スポーツジャーナリストとして、日本サッカーに対する意見をまとめた著書に、背景、川渕サブロードの 日本サッカー、生かすも殺すもあなた次第からがある。また芸能人のサッカーチーム、ザミーラの選手としても活動している。また、選手、監督の貢献人を務めたり、サッカークラブの海外遠征コーディネートを務めたり、トークショー等の企画、出演、東京、六本木で、スポーツパブの経営にも携わる。現在は、主として、 サッカービジネスに従事し、AFPBB ニュースにブログを掲載。最近では、老舎のサッカー活動のレポートも行っている。2002年の日韓共催ワールドカップにおいて、韓国に対してネガティブな発言がタブー視される中で、韓国と競合国との試合にばかり誤信が集中しすぎている。しかも、韓国の相手国に不利なものばかり、買収を疑われても仕方ない。 かつてもワールドカップで買収が問題になったこともある。韓国 VS ドイツはフェアな試合が行われることを期待すると発言して注目された。ありがとうございます。